紫色の法被をまとい、威勢よく掛け声を上げながら巨大な笹を担ぐ女性たち。実はこれ歴史的な出来事なんです。女性たちが参加したのは愛知県稲沢市の奇祭国府宮裸祭り。ふんどし姿の裸男たちが触れると厄が落ちるという神男めがけ熱い戦いを繰り広げるもみ合いが有名なこの祭り。ふんどしの着用やもみ合いで怪我人が出る恐れがあることなどから長らく男性限定というしきたりとなっていました。しかし今年は地元の女性団体からの要望を受け、初めて女性の参加が認められることになったのです。参加するのは直井笹奉納と呼ばれる儀式。担いだ笹には厄除け祈願の布が結んであり、参道を歩いて神社に奉納する役目です。1200年以上続く奇祭国府宮裸祭りに初参加した女性たち。去年までは裸男たちが担当していましたが、今年は7つの団体およそ100人の女性が参加し、雰囲気が一変しました。めざまし8は初めて参加する女性の一人を取材。祭りへの思いを聞きました。もう自分も男だったら出たかったのにっていうのがあって、もう出れるってなった瞬間に出るっていう決めました。参加を目指す女性たちの団体があることを知り、迷わず加入したという鈴木さん。祭りの名物手桶の水を浴びた際には、めちゃくちゃ寒いです、あまりの冷たさに震える場面も。それでも最後まで声を出し続け、無事に笹を奉納。仲間たちと喜びを分かち合いました。歴史の1ページにしっかり、何に恥じないようにしっかりできたかなと思います。もう絶対来年以降もまた出ます。